ムービー部門ラストは村井がエントリー。さ、設定は何でしょうか。村井、片思い中のサークルの先輩と夏祭りが終わった後に夜花火を見ている。大学、2人ともだから大学生。はい、っていうことね。はい、大学生。花火を見ている。あ、さあタイトルは、花火の力を借りて勇気を出した夜。ちょっとだけ長いの分かります？全部言った。そうなんですよ。もう分かった、ね、ちょっとだけダサいの分かります？それは分かんない。分かんなかったみたいです。最後の作品です。ご覧ください。わー、花火、綺麗ですね。ほら、こんなこともできる。花火ってすごい、こんなに音大きいんですね。かわいいね。あ、なんかいいね。かわいい。あ、今日は良かったんですか？サークルのみんなから誘われてたのに。先輩ってモテモテじゃないですか。いや、私も全然。あの、ただ先輩と一緒に見れて幸せだなって。かわいい。いい子だね。かわいい。かわいい。すごい。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。終わっちゃった。あの、実はずっと言えなかったことがあって。先輩のことずっと好きでした。言うだけの先輩になってくれませんか？言うだけの先輩。ありがとうございます。かわいい。かわいい。なんだろう、まっすぐな、リアル初々しいね。そうですね。